放浪寮はモンドの人でもあまり足を踏み入れないところなんだ。モンドからそう離れてないけど、開拓されてないから生態系が原始的で大自然って感じの場所だぞ。まさに弱肉強食の世界。スライムもかなりでかい。ほら、ちょうどこんな風に巨大。しびれなさい。心配ない。狼は友達。お前たちは誰だ？オイラたちはただの旅人だけど。お前たち普通じゃない。でも知ってる匂い？騎士団だろ。騎士団に友達いる。俺レザー。一員なのか？騎士団とは関係ない。ああ、狼は家族。家族？家族。俺を育てた。一緒に暮らす家族。なんか複雑な事情がありそうだな。彼らに怒られた。お前たち助けるために待ち伏せバレた。イノシシ逃がした。そうだったのか。じゃあ旅人が手伝うっていうのはどうだ？旅人もなかなかやるぞ。やめておく。騎士団の友達が手伝うといつも狼が腹すかせる。遠慮するなよ。満足させてやるから待ってろ。ほら捕まえてきたぞ。ありがとう。でも俺たちなら五六頭は捕まえる。それだと飯食えない狼出てくる。そうなのか。気にするな。ありがとう。騎士団の赤い熱い女の子、その友達よりやる。彼女なら山を燃やす。イノシシ捕まえない。そろそろ行く。ここ安全じゃない。お前たちも気をつけろ。変わったやつだったな。そういえば騎士団にいる赤くて熱い女の子って誰のことかわかるか？ちゃんと旅人、どうしたの？オッス、アンバ。
暇してそうだね。ぎぃ、この言葉の後は大体。こっちは最近忙しいんだ。なんたって偵察騎士の責任は重大だからね。もちろん手伝ってくれるよね。やっぱり。最近狼たちが水管橋付近のキャラバンを襲うようになったの。知ってるかな、狼たちは確かに危険だけど彼らにもルールがあるの。だからモンドの狼は基本冥観山地と放浪寮から離れられないはずなんだ。うん、あそこの生態系は原始的だけど独自のルールがあるって聞いたことあるな。そう、だから狼が水管橋まで行って人を襲うなんておかしいんだよね。狼っていうと、アンマーは放浪寮にいる男の子を知ってるか？知らないけど、そんなところに人がいるの？あれ、赤くて熱い女の子はアンマーのことじゃないのか？何の話かな。とりあえず今から水管橋に行って調査しようと思うんだ。一緒についてきてくれる？あれ見て、襲われてるみたい。狼じゃない、ヒルチャールがキャラバンを襲ってるぞ。うん、みんな大丈夫だといいけど。いや、話は後にして早く助けに行こう。かけっこしましょう。ありがとう。これくらい楽勝だ。最近狼たちに便乗してヒルチャールまで凶暴になってるみたいだね。そうなの。でもヒルチャールより狼たちの方が悪質だわ。実は今日の昼前、清泉町が狼の群れに襲われたの。え？町が襲われた？ひどい。そうでしょう。町が襲われたからもう道中は襲われないだろうと思ってたのに、今度はヒルチャールが来るなんて。もしかしたら町に何か痕跡が残されてるかもしれない。急いで調べてみよう。荷物や荷車は大丈夫？私は先に行かせてもらうね。あ、うん。惨めだ、立てなくなるとは。そんな、ひどい。でも、その人怪我してないぞ。ああ、そうだ、惨めだろう。びっくりして立てなくなるなんて。あ、うん、それは大変だね。他に目撃情報はないかな？初めて狼を見た。怖かったよ。役に立ちそうな情報はないね。現場の痕跡を調べに行こう。この爪痕、この後から狼の数と大きさが分かりそうだな。数は2匹だけじゃない。大きさは、そうだな、おそらく、2メートルくらいだな。狼は神秘的な生き物だからな、そう簡単には見れないだろう。これは狼の牙だな。村を襲った時そのドアにぶつけたんだろう。とにかく今回の襲撃で大怪我をした人がいなそうでよかったな。これは狼の体毛だね。リーユエの人はこれで筆を作るって聞いたけど、この毛色
本に書いてあるモンドの狼と全然違う。もしかして外来種？狼の体毛だって均一じゃないだろ。ただ色の濃さが違う場所から抜けたんじゃないか。でもこっち見て。別の毛か。ん？何かついてるな。うん、これググプラムの種だね。この種は見た目が特徴的だから分かりやすいんだ。モンドだと放浪領と冥冠峡谷だけに見られるはずだけど。じゃあやっぱり放浪領の狼なのか。同じところでも複数の狼の群れが縄張りを争うケースもあるからね。詳細はまだわからないけど、これも調査の大事な手がかりになりそう。さて、出発する前に村人たちを安心させてくるね。調査で何かわかったかい？うわ、立てたのか。ああ、なんとかね。地獄から戻ってきたとも言えるかな。それで騎士団の調査で何かわかったかい？現場に残された体毛から狼は放浪領で暮らしていると考えられるけど、それ以外はまだわからないよ。でも安心して、すぐに放浪領に行って真相をはっきりさせるから。こんな危険な状況、騎士団が放っておくわけにはいかない。いいだろう。助けに来るのは遅かったが、対策を講じてくれるならいい。うわ、失礼なやつ。俺たちは今すべきことをするとしよう。ちょっとバカな真似はやめてよ。笑わせるな。俺たちは騎士団とは違う。この仇必ず取らせてもらう。行くぞ。本当に惨めだな。何がだ？彼らの未来がだ。若い奴はすぐカッとなる。バカなことをしないよう見ておいてくれないか。それも私たちの仕事だから安心して。相手が嫌な奴だとしてもね。私たちに任せてちょうだい。早く放浪領に行こう。誰だ？落ち着けレザー、オイラたちだよ。お前は、お前も騎士団の人間か。なんだ、知り合いじゃないのか。知らない。赤いけどあの子ほど熱くない。ああ、わかった。あんたたちが言ってた狼少年って彼のことだね。そう、レザーって言うんだ。助けてほしい。お？説明する時間ない。ルピカに逃げろと言った。奴らが来た。悪意を感じる。さっきの奴らのことだな。そうだね。でもその前に聞きたいことがあるんだけど。血の匂いだ。急ごう。まさかあのバカたちが狼に襲われた。結婚だ。人じゃない、狼だ。ルピカの。だからルピカって何なんだ。ルピカは運命の家族。狼が人を受け入れ、人が狼を受け入れたらルピカだ。わあ、人間の言葉じゃないのか。でもおかしいでしょ。まさか狼たちと話せるの。彼が決めた名前だ。彼って誰のこと。この土地の主だ。
モンドの主はバルバトスじゃないのか？後で話す。また手がかりを見つけた。ついてこい。あ、待って、説明してほしいことがまだあるんだけど。レザー、もう行っちゃったぞ。彼だ。あの人たちに囚われた。ひどいな。ひどいとは思うけど、騎士団の立場上、村を襲ったのは俺たちじゃない。流浪の黒狼とその群れ、領地が欲しいと彼が作った掟を破った。彼？この土地の主。それはさっきも聞いたよ。ちゃんと説明して。ルピカは奥深く。一緒に来い。彼が姿を見せるかもしれない。ここは お前にこれを集めてほしい。これってググプラムの種じゃないか？砕いて塗ると血が止まる。確かにググプラムの種の液体には痛覚を麻痺させて止血する作用があるって本で読んだよ。へえ、なんでだ？そこまでは知らないよ。針で刺すことで種移動する。ま、相手に気づかれず遠くで子供増やせるように。紫の師匠がそう教えてくれた。俺はここで面倒を見る。もう一人の赤い人の質問に答える。うん、あの人たちが来ても騎士団として少しは役に立てるはずだよ。あんたの友達の狼はまだ潔白だって決まったわけじゃないからね。だから旅人、薬のことはあんたに任せる。戻ったぞ。これで足りるか？十分だ。話をしたんだけど、狼たちのルールってすごく不思議だね。ありがとう。この辺をぐるっと回ったけど、他に狼はいなそうだ。狼ってそういうもんだよ。さっき捕まったのがドジなんだ。な、何をする？お前に用がある。こいつだよ、噂で聞いた狼に育てられた人間。へえ。お前だったのか。最近どうも狼どもが賢くなったと思ったが、お前が裏で糸を引いていたんだな。パパとママはどうした？自分が人間だってこと忘れちゃったのか？やめて。レザーが口下手だからっていじめるのか？ん？騎士団はこいつをかばうのか？村を襲ったのは俺たちじゃない。創造師、我を呼び起こすだけでなく、この北風に捧ぐ供物もなしとは、お前たち我が一族に害なすだけでなく、真実を見る目も曇ったか、愚か者めが。怒りを沈めてくれ。
外の者をかばうのかレザー。我の怒りは収まりはせんぞ。お前の剣で奴らの罪を清めるといい。お前が人類から学んだ技で鋼鉄の総画を見せてみる。その狼が掟を破った。この制裁は必ずや受けてもらう。だがレザー、何時はその戦いに加わるな。これは狼の問題だ。何時が持つのは爪と牙ではなく鉄の塊と雷電。何時は人間だ。俺と奴らは違う。俺は奴らじゃない。何時は狼ではない。これは狼のことだ。そしてそこの人間、レザーにとっての人類のルピカよ。何時は高貴で特別な人間だ。何時にその意志があれば我のところへ試練を受けに来るといい。我が言いたいのはこれで全てだ。縁があればまた会おう、レザー。そして見知らぬ人間よ。あ、レザー、そんな顔しないで。そうだ、城内で何日か泊まってかない？そうだぞ、モンドには友達もいるんだろ。その赤くて熱い女の子が今ここの外にいる人たちはあんたのことを警戒してる。あんたに彼らを傷つける意思がないのは分かってるけど。大丈夫だ、問題ない。ここのものでもない。旅人パイモン、それともう一人の赤い人、ありがとう。あれだけ話したのにまだ私の名前覚えてなかったの？さよならだ。